ジブリアニメにならなかった宮崎駿のオリジナル作品です。実はシュナの旅っていうのはラプターが墜落した後の話でありですね、ラプターとナウシカの間をつなぐ時代の話ですね。 で、こうやって見てみるとですね、その大昔の言い伝えを書いたですね、そのファンタジーに見えたシュナの旅っていうのは、実は裏設定が多い SF だっていうことが分かってくると思います。全8話のテレビシリーズ向けなんですよね。ネットフリックスはですね、あの、1話10億ぐらいかけて作ったら、必ず元取れるのでですね、ちょっと考えてみてくださいって。ここで ゼミ生の皆さん、こんばんは。えー、6月6日のですね、岡田敏夫ゼミです。えー、今日からですね、あの、スーツはしばらくお休み、夏モードに入ります。もう6月から。季節に合わせてですね、まあ、こういうシャツとあの、ベストの組み合わせだけでですね、生配信しようと思います。9月いっぱいまではこんな感じ。7月からね、もうアロハになると思うんですけれどもですね、こんな感じでやっていきます。えー、まあまあまあ、僕的なですね、ニュースとしてはですね、ついにゴジラ対コングの公開日が、まあ、7月2日に決まったのでですね、 まあ、あとはオリンピックだワクチンだって世間が騒がしくてですね、うちの近所の井の頭公園に、なんかそのパブリックビューイングの会場できるかどうかでまだ揉めてるみたいですね。はい、映画ではね、あの、あの、ポンポさんっていうですね、あの映画があってですね、アニメがあってですね、これを見に行くか、クルエラを見に行くか、あの、微妙なんですよ、クルエラね、見る気なかったんですけどね、やたら評判いいのでちょっとこう、あ、これはっていうのは、 脚本家のそのチームの中に、あの、プラダを着た悪魔の人が入ってて、で、それクルエラっていうのは百一匹ワンちゃんの悪役の女の人なんですけども、最初あのファッション業界にとにかく何が何でも入っていことするところでですね、それその、あの、担当の、そこの部分の担当が、そのプラダを着た悪魔のシナリオをライターらしいねで、ちょっと見たいなって思ってるのと、ポンポさんはね、あの、漫画の時からですね、好きだったしですね、あれをどういうふうにですね、ちょっと映像化するのか、まあ見たいなと思ってるんですね。まあどっちも多分まあ見 行くと思いますあと、まあ、あのね、昨日、おとといぐらいからあの東京立川であの19歳の男の人がですね、ホテルに呼び出したあの風俗業の女性を刺し殺してですね、で逃げて、あんまあ、逃げて、まあ、あの、助けに行った大性従業員もですね、刺し,殺あの刺した事件というのが、すごいよね。だからもう次回は人生相談だから、まあ、ああいう病類というかですね、なんかそういうのについてもですね、ちょっと語ってみようと思いますということですね。 えー、じゃあですね、ここからですね、えー、まあ、今日のメインテーマに入りましょう。今日はもう本当に前説ないんだよ。えー、ジブリアニメにならなかった宮崎駿のオリジナル作品について語ります。えー、それがこれですね、シュナの旅です。えー、アニメ中文庫ですね。宮崎駿による絵物語ですね。出版は1983年の6月で、まあ,あの、全部でですね、148ページあってですね、こう見ると、こう、う本当にオールカラーなんですね。 オールカラーの絵,絵物語と漫画との中間的な、まあまあ、絵物語なんでしょうね。僕はまだ子供の頃は少年誌が月刊誌の時代もあったので、月刊誌もかなり出てたんで、漫画と絵物語が半分半分ぐらいだったんですだからこういう形式、まあ慣れてるんですけど、ちょっと今の人には慣れない形式だと思います。180ページ、 あの、全部でですね、あの、文章というか、絵と文章は148ページなんですけども、普通あの漫画の単行本って180ページぐらいあるんですね。だから、漫画の単行本と考えると薄いなって思うんですけども、まあ、オールカラーの絵本としては分厚すぎるぐらいのですね、内容ですね。えー、まあ、ブックオフでは100円の棚に、 結構積んであるとそうですけど、なんでこういうふうな評価なのかも後で話そうと思います。で、と書きですね。この最後のあと書きの部分で宮崎駿はですね、このお話の元になったチベットの民話を紹介しています。えー、チベットの民話はこれですね。えー、犬になった王子様。 という話、王子って話なんですけども、まあ、穀物を持たないですね、貧しい国の王子が、大昔の話ですね、え、竜の王様、竜王からですね、麦の種を盗んでですね、で、犬に変えられてしまう。しかし、一人の娘の愛によって救われ、ついにチベットにですね、麦をもたらすっていうですね、そういう話ですね。で、なので、ついついですね、これを原作にしてるとです、ね、まあ、後書きで本人書いてるんだからですね、僕らもついついこのシュナの旅もですね、ファンタジーだと思ってしまうんですね。 大昔のファンタジーだと思っちゃうんですよ。しかし、実はですね、この話ですね、ガチガチの SF なんですよ。かなりの、あの、は、は、ガチガチの設定固めた SF です。で、後で話しますけど、ナウシカのこう原作でもあるんですね。実は発表年度がナウシカよりの連載開始より後なんで、ついつい、あの、そういうふうに見ちゃうんですけども、あの、後で説明しますけど、ナウシカより前なんですよ、書き出したの。まあ、ナウシカの原作であってですね、あの、かなり、 その、宮崎駿の他の全ての作品のですね、原点と言ってもいいオリジナルだと思います。えー、まずはですね、ストーリーをですね、あの、地図と時間経過で追いかけていきましょう。これね、かなり複雑な話なんでですね、えー、っと、大丈夫かな時間経過を追いかけないとわかんないんですけども、えー、まあ、最初、こんな感じで始まります。えー ま、あ、見開きですね。旅立ちって書いてあって、いつの頃かはもはや定かではない、遥かな昔か、あるいはずっと未来のことだったのか、氷河がえぐった古い谷の底に、時から見捨てられた小さな王国がというです、ねまあった。ロマンチックな始まり方ですね。で、次のページ。あの、最初はですね、2ページ連続で見開きで、ま、あ、一コマだけです。そこからコマは分かれ出すんですけど、人はなぜこんな土地に住み着いたんだろう 山から吹き下ろす風は薄い空気をさらに薄くし、日の光も谷を温めてはくれない。という文章になっています。空気が薄いのはですね、あの後でわかるんですけど、この世界に植物があんまり生えてないからなんですね。つまり、穀物とかジャングルっていうのは神様の島に独占されていて、この世界全体では光合成を行う植物がですね、少ないので、なので二酸化炭素を酸素に交換してくれない、転換してくれるっていうのが慢性的に不足してるからなんですね。で やばいんですよ。このペースで紹介するとですね、148ページあるから何時間あっても足りないんですよ。なので、こっからはですね、ガバッと端折ります。まあ、こんな風に、あの、いちいち大きく見せたりしないですね。大体いいこんな感じですっていう感じですね。えー、まず、 これあのまあ、全体の地図の、まあ、前半ですね。前半部分です。で、青い矢印。この1,2,3,4,5って流れてるのがですね、シュナの経路。主人公シュナという王子様のですね、旅をした経路ですね。一番最初、さっきの谷です。過去とも未来ともわからない世界。山の上の貧しい王国にシュナという王子様がいました。 で、そこにですね、あの、傷あの、年老いた旅人がやってきたんですね。でえ、私も実は王子だったと。ある国の王子だったと。で、この穀物の種を求めて若い頃に国を出て、ついに、この見知ら都市で死ぬことになるのかっていうんですね。で、シュナの,あの国はですね、まあ、穀物あるはあるんですけどですね、あの、ひわびえって言って、まあ、あの、泡とか、あの、冷えみたいなものすごい痩せた穀物なんですよ、ね、で、それも滅多に取れない。ところがその年老いた、 元王子様が持ってきた穀物の粒がめちゃくちゃ大きくて重いんです、ね。で、これがあったらですね、国が救われると思うんですよ。で、シュナはそれはくださいって言った、言ったんですけど、そしたら、いや、あげてもいいけど、このか種はもうすでに死んだ種だって言うんですね。つまり脱穀されてるんですよ。もみ殻って言って、あの、 なんだろうな。えー、種もみた。種もみって言って、そのまままいたら、えー、芽が生えてくるようなですね、種ではなくてですね、もうあの、白米のように脱穀されちゃってるんですね。だから、食べれるんですけれども、ところがですね、まいても、あの、芽は出ないんですよね。で、えー、でもこの種もみさえ手に入れたらですね、貧しい王国が生まれ変わると。で、王とか長老に止められたんですけども、主のはた種を探す旅に出るっていうのがもうこの1ですね。 で、山を降りると、この世界全体はもう滅びているんですね。で、果てしなく広がる腐った大地。大地が腐って、あの、どーんとくぼんでいて、そこにですね、サビが浮いたですね、水が溜まっていると。で、巨人たちの赤道がですね、どん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 こう、朽ちていくんですね。で、えー、そうやって旅をしていて、もういい加減、あの、一月ぐらい経った頃ですね、ようやっと砂漠のですね、真ん中になんかこう、 えー、座礁しているってこともなんですけども、ある船見つけるんですよ。で、この船の正体はこう、後で話します。で、その中には人喰い鬼が住んでいたですね。砂漠の真ん中になぜかある船。中には人喰い鬼が住んでいたわけです。で、えー、そういうのと戦いながらもですね、食料は尽き、目的も忘れるほど旅をして、で、四番ですね、いくつもの滅びた村を見たとで。すれ違うのはですね、奴隷商人の車ばかりと。 で、ようやっと巨大な都城、都の城にたどり着いたと。そこには溢れんばかりに穀物があったんですけれども、しかしやっぱそれもですね、脱穀された死んだ種ばかりなんですね。で、市場で売り買いされているのは、奴隷がメイン、人間を売り買いしているところだったんですね。で、年頃のですね、手足姉妹ですね、お姉さんの手屋とその妹がですね、奴隷として売られているので、えー、シュナはですね、正義感から助けようとするんですけども、 逆にですね、それまでの、まあ、ご飯を食べるための取引で、それまで持っていた宝石とかを全部もう売ってしまった後なのでですね、えー、一文なしっていうふうなことでですね、街を追い出されてしまうと。で、テアがどうやってこの奴隷市に売られてきたのか、テアの経路がこの赤い矢印で示してあります。テアはもともと、まあ、あの、どっかの遠いですね、村みたいなところにいたんでしょうけれども、 奴隷商人に売られてですね。そして、この城に連れてこられたんですねで。売られたというのは何と交換かというと、この町にはですね、大量の穀物、その、えー、シュナがですね、憧れてやまないあの例の大きい、まあ小麦、大麦、麦なんですよ。小麦の,あの種、あの粒なんですけど、それをですね、こう、いろんな村は買ってるんですね。男性食えないから。 だってこの世界にですね、ほとんど食える穀物ないんですよ。だから人間を売って穀物を仕入れるしかないと。そういうなんか経済でこの世界に成り立ってるんですね。なので手や姉妹もですね、売られてここまでですね、えー、来たわけです。ひょっとしたら人狩りにあってですね、狩られたのかもわからないです。で、えー、っと、まあ、だからもし市内に助けてもらわなければですね、 このままですね、ここで他の奴隷と一緒にですね、後に出てくる空飛ぶ円盤にさらわれて、神様の土地に連れて行かれるところだったんですね。で、話はシュナに戻ります。でシュナはですね、町から追い出されて、謎の老人と会うんですね。で、野宿してると謎の老人が現れて、ずっと西の彼方にですね、神様の土地がある。新人。神の人と書いて、新人と読むんですけど、新人の土地があって、そこにはあの穀物がですね、黄金の草原となってですね、 山のように実ってると <laughs>、というふうに聞かされるんですよ。で、それを聞いてですね、シュナは奴隷商人を襲い、皆殺しにして、結局ね、読んでみるとですね、その奴隷商人たちを皆殺しにして、手跡と妹を救い出すんですね。首につけてるですね、鎖を外してあげるわけです。しかし、さらにですね、追っ手が来て、ついに西の果て、ここですね、大地が終わる崖まで逃げるんですね。 でそこでシュナたちはテアを北へに逃がすんですね。早くお前たちだけでも逃げろと言って、結局、あの、こっちのですね、北の村の方へテアたちだけを逃がすんですけれどもですね。で、第一の終わるがけでですね、シュナは巨大な円場を目撃します。ですね。えー、フリップがこちら側にも追加されます。合体。ですね。えー、この、 大地が終わるところで,ですね、巨大な空飛ぶ円盤を目撃するんですね。で、えー、円盤は西の空に向かって、その西の果ての方にですね、ちらっと向こう岸が見えるんですよ。黄金の穀物はあそこにあるのだろうか、ということですね。で、えア、ー、を逃がしたですね、シュナはこの果てしなく続く崖を、 延々ですね。一晩かけて降りてですね。で、えー、まあまあ、海に行くんですよ。で、まあ、海って色々あるんですけど結局あの、一晩経つと海は浅瀬になっていて、向こう岸まで渡れるんですね。渡れるんですね。で、ついに新人たち、神の人たちの島に上陸したと。で、えー、植物も動物もそこすごい豊かな楽園なんですで。そこにはですね、巨人たちがいてですね、言葉も話さず、ひたすら黄金の植物をですね、畑をですね、世話していると。で、その、 島の中央にですね、こういう構造物があるんですね。で、この構造物があってですね、で、この光る月がこの上まで飛んでくると不思議なことが起き、起こります。えー、外の世界でですね、えー、連れてきた奴隷たち人間をですね、上からポロポロポロと構造物の中に落とすんですよ。そうすると、この中でなんか変換が始まって、で、この建物がおまけに生きてる建物なんですね。シュナが忍び込んだらですね、明らかに生物なんですよ。 で、その中でですね、光る液体になって出てきて、で、それがですね、肥料にもなり、おまけに、その光る水の中からこの緑色の巨人たちがだんだんと生まれてきて、水の,の中からゆっくり姿を現すんですよ。で、口からですね、黄金の種を吹き出すと。これが種もみだったんですね。で、それがですね、わずか1日でですね、育っていくんですよね。で、シュナはですね、この黄金の種をですね、ついに盗むんですね。 盗むんですよすると頭の中で「やめろ」という叫び声が聞こえるんですけどもシュナはそこからですね荒れ狂う海の中へ飛び込んで逃げたんですよね。まああのここまではまあ,ま,あまあお話のですね3分の2ぐらいです。 で、一方ですね、テアは、さっき話した通りです。この北の村へですね、シュナに逃がされて、暮らして、貧しい村に逃げていました。そこで意地悪だけど、親切なおばあさんと暮らしていたんですよね。で、ある日、気配を感じたテアは、村の外れをさまよう、幽霊のようなシュナをですね、助けると。で、シュナはですね、言葉も、まあ、記憶も失っているんですね。まあ、何ヶ月経ったのか、一年くらい経ったのか分かりません。で、テアとですね、え、妹はですね、シュナを看病したと。 で、シュナはですね、その首から下げている袋の中に例の黄金の穀物の種があったんですね。で、テ、え、ア、ー、は感動してですね、それをまあこっそり作った山の上の小さい畑の上に撒いたんですよ。しかし、えー、このですね、種を育ててですね、やっと芽が出てきたんですけど、芽が出た頃にですね、テアは あの、嫁に行かされることになったんですね。あの、例の意地悪のおばあさんがですね、お前もそろそろ嫁に行かなきゃいけないよとかですね。た多分あの、なんでしょうね。あの、道ラ一味の道ラばあさんみたいな声だと思うんですけども <laughs>、あんな感じでしたよ。あのー、嫁に行かなきゃいけないよ。なんでかって、わかるかいって村で一番力の強い若者をお前の夫にして、で、そいつもこき使って、わしの畑をでかくするのさ、みたいな感じで、そんなセリフないんですよ。このね、物語、ほとんどセリフなくてですね、ストーリー的 前回だけなんでなので。 えー、婿取りをさせられるですね。嫁に行くというより婿取りをするんですね。で、えー、テアは美人なので,ですね。まあ、おばあさんは自分の若い頃、頃の服を着せるんですよ。そしたらですね、あの、テアに、もうまあまあそ、そっくり、もうぴったりですね。まあ、あの、宮崎あの、物語のよくあるあるで、すごいエグいばあさん出てきたら、そのばあさん昔は実は超美少女ってで、テアも多分年取ったらこんなすげえバばになるに違いないっていうのが、まあまあ、この時からこうずっとこう繰り返しになってるんですね。 で、えー、で、あの、婿取りが始まるんですけどもですね、村中の若者はですね、その試験に合格せずですね、シュナだけが合格する。まあ、こういう話になってます。で、えー、そうやってですね、手跡、シュナはですね、まあ、無事に夫婦になって働くんですよ。で、例の山の上の秘密のですね、 えー、麦をまいた畑もですね、だんだん収穫ができてですね、大きくなってきて、で、ついに実ったんですね。で、その、実が実った感動で,ですね、主は記憶と言葉を取り戻したということで,ですね。まあ、一見めでたしめでたし思うんですけれども、しかし、未だあの月は、この空とウ場ですね、は空を駆け巡っていると。で、人狩りの分断は村を襲って、シュナもテアもですね、村を守るために戦ったと。 何年も、それで、そういうのが何年も続いて、ようやっと麦が十分に増えた時にですね、シュナたちはその村にですね、作物の半分を残して、これであんたたちはもうずっと食っていけるだろう。もう人狩りからですね、あの、まあ、人から襲ってきてもまあ戦えばいいし、あと人買いが来ても子供たちを売らなくて済むよっていうふうに言ってですね、で、故郷の王国に戻る。ですね、この王国に戻る。まだ長い旅が始まると。まだまだ困難は続くだろう。 まあ、不思議な話ですよね。だから、あの、民話とか昔話を思えるんですよ。で、ゲド戦記だと思った人も多いでしょ。あの、ゲド戦記もともとこの死の旅を原作にしているというふうに、公式にも言ってるのでですね、あの、ゲド戦記に思えるんですけども、しかし、よくよく観察するとですね、かなりガチガチの SF になってるんですね。で、まずこの世界のですね、その経済圏から見てみましょう。 これあの、まあ、あの、見開き2回続いたらもうあと、これが1ミリ受けなんですけど、コマわって漫画になるんですけども、え、ひわびえの苗を植えても痩せた大地からはわずかな緑。ヤックルはいつも植えて子供を産もうとしない。ですね。このヤックルという動物たち、子供を産もうとしない。ひわびえというのは、ま、あ、冷えとか泡の穀物みたいなもんなんでしょう。太平洋戦争の末期にはですね、日本人は米を食べられずですね、貧しい食事の代名詞として、 あの、冷えとかですねあ、あの、泡などを食ってたのでですね、まあ、それの、あの、ことだと思います。で、二コマ目の農具、これですね。これで、あの、種植えてるんですよ、ひわびえの。で、この上にですね、ちょっと、あの、あの、膨らんでる部分が見えるんですけど、種植えるのは、大体の土の上にですね、なんか、3センチか4センチぐらいの深さの穴を掘って、そこに種をまかなきゃいけないんですけど、とにかく少しでも実りが多くありますようにっていうおまじないの、 まあ、あの、神様の頭がついているわけですね。で、ヤックルが増えないんですよ。穀物が、とにかく草もないから。だから大地を耕せないんですね。だから畑を広げられない。土地は痩せたままっていうですね、悪循環ですね。土地をなんとか農具で耕せば、その中に窒素が入ってですね、土地の栄養というのはどん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 増えていくんですけども、ヤックルがまず草を、草があんまりないから、ヤックルがいつも植えてて増えないのでですね、土地があんまり耕せないっていうですね、悪い循環に入ってます。 なので人々はですね、朽ち果てるまで働いて死んでいくと。えー、これが死んでいくというところのコマなんですけれども、白い布に巻いたものを、えー、担いでで、ね、で、上りを立てて、白い布のりを立てて、斜面を登っていきます。つまりこれ、担いでるのは死体ですね。えー、葬式なんですね。山の上に死体を時間に捨てて鳥たちに食わせるという、重装。鳥による葬儀というのをやっているところですね。 だからあの、日和煙みたいなこんな痩せた穀物は自分たちで栽培でき、あの、栽培できるんですけども、栄養価の高い小麦や大麦などは、もう一買いからですね、それも死んだ種として入手するしかないですね。だから貧しい村はですね、人間を奴隷として売るとかです。そういうふうな方法で代わりに穀物を仕入れて生きてるわけです。だから自分たちで栽培しようにも、その種は全て死んだ種ですね。食べられるんだけども、まいあら、巻いても増えないんです。だからもう困ってるわけ ですね。で、ところがですね、その例の途上ですか。あの、都に行くとですね、店先にはですね、穀物、あの、数々の穀物が山のように、山を出している。シナノメは一つの山,山に釘付けになった。探し求める実がそこにあったのだ。しかし、すべて脱穀され、死んだ実になっている。ですね。これはあの、現代で言うですね、あの、遺伝子組み換え作物と同じなんですよ。 あの、以前ですね、関西の情報バラエティにレギュラーで出た時代があったんですけどもですね、えー、そこでですね、モンサント社っていう会社がですね、まあ実はその別の会社に、あの、買収されるということでニュースになって、これを取り上げるっていう。 本とあったんですねで。モンサントは当時世界最大の穀物企業であってですね、あらゆる穀物の苗とか肥料とか、あと農薬をですね、農家に向けて販売している企業です。えー、悪名高い企業でありましてですね、毒性の強い農薬はベトナム戦争で武器として使われたぐらいですね。で、彼らが売る種は悪魔の種子、悪魔の種として言われているぐらいです。 で、何か、なんでかというとですね、あの、なんで悪魔の、あの、悪魔の種子と言われるのかというと、理由はモンサントがですね、開発しているですね、ターミネーター種子なんですね。ターミネーター遺伝子を持つ種子。で、この遺伝子を組み込まれた種はですね、あの、実がなってそれをまいてもですね、発芽しないんですよね。つまり、一世代しか成長しないのでですね、農家は毎年毎年モンサントから種を買うしかないんですよ。 だから、あの、本当に言えば、種を買って、それをまいて、実がなったら、その一部を、一番いいやつをですね、翌年用の種もみにすればいいんですけど、それができないんですね。そういうふうにできないに、一世代しかですね、成長しないような遺伝子操作をされた、ターミネーター因子を持った、遺伝子を持ったですね、えー、ものをですね、モンサントを売ろうとしてたんですけども、まあ、こういう事実っていうのは、 結構調べればわかるんでですね、僕もあのしてたんで、番組中にですね、あ、モンサントが今日話題になるのかということで、なんでモンサントのですね、えー、社が買収されることがこんなニュースになるのかと、もうこれも絶対これなんですよ。世界中の農業っていうのは、ほとんどこのモンサント社にですね、独占されてるようなもんなんでですね、それ番組中に聞かれたら答えるつもりだったんですけども、ところが打ち合わせでプロデューサーが僕のところに来てですね、岡田さんモンサントのこと知ってますよねって聞くんですよね。何を知ってるのかと聞かずにで、あ、はいはいっていう 言ったら、ね「今日ははそれは絶対に喋らないい。でください絶対に喋らないでください、そうじゃなくて、今日は聞かれたら聞かれたことだけ答えてくださいっていううに言われてです、ね、く釘刺されたんですけど、つまり今の日本のテレビではです、ね、このモンサントのです、ね、ターミネーター遺伝子というか、まあ、モンサント社が持っている問題自体はそあの、その存在さえ、そういう問題があるというあの存在さえ報道されない巨大なタブーなんですよ。モンサントなんてです、ね、別にスポンサーでもなんでもないんですよ。 でもそれが日本のですね、民放の関西ローカルの番組ですら、わざわざ釘を出演者に刺すというような、はすげえだタブーだなというふうに思ったんですけど、まあ、モンサントはですね、現在、あの、ドイツのバイエル社にですね、合併吸収されています。で、で、話戻ります。シュナの国が貧しいのはですね、人買いからこのターミネーター穀物しか買えないからなんですね。だからこの世界は貧しいんですよ。で、あの、シュナはですね、この,この趣旨さえ、 この,あの穀物さえ買えないですね、貧しいところにいた、あまりに田舎すぎてですね、人買いが来れなかったからなんですよね。だから、シュナはですね、奴隷の売り買いというのことを知らないまま、北のですね、あの田舎の村で平和に過ごしたわけなんですけども。ということで,ですね、シュナはですね、純真、純真なシュナはですね、この世界の成り立ちに驚くわけですね。えー、なんということだろう。 この町で取引される主な商品は人間なのだってですね、ショックを受けるわけです。まあ、まあ、まあ、まだまだ純真です。 えー、この世界ではもうこんな風に普通の村や国はですね、人を売って代わりにさっきのですね、ターミネーター種子をですね、買うわけですね。で、シュナの国と同じようにですね、人を売るのを嫌がる国も存在するので、人狩りっていう武装集団もいます。で、人間を捕まえて奴隷人に,に売るわけですね。で、売られた人は奴隷という身分になってしまって、この都みたいな交易ポイントをですね、で、食料と交換されるわけです。で、えー、ストーリーのですね、まあ、 で、まあ、空飛ぶ円盤。これはあの、だいたい、この世界の経済構造を説明してるんですけども、えー、その時だった。百の月が集まったような青白い光がシナを包んだ。それは輝く巨大な顔であった。素晴らしい速力で天空をよぎっていく月だ。って書いてるんですけども、食料はですね、この西の果て神様の土地へですね、この空飛ぶ円盤が運ぶ、運んでくるんですよね。で、奴隷をですね、この神様の土地へ運ぶのも同じ円盤。つまり、 この空飛ン円盤はですね、奴隷を神様の土地へ運んで、その代わりにですね、穀物を運んでくるというですね、そういうまあ交易船なんですね。えー、で、空とぶ円盤はですねこうあの、奴隷を仕入れて、それを自分たちの巨大な変換装置に入れます。これもさっき説明した通りですね。よいしょ。 えあ、ー、まあまあまあ、ど真ん中にですね、ドーンとあってですね、その巨大な塊は人間をすっかり飲み込むと、えー、体を緩やかに揺すり始めた。人間をどんどんどん飲み込むんですね。で変換器は人間を肥料と巨人に作り変えます。で、この建物みたいなものは実は生きてる生命体で、空と円盤と同じく我々よりはるかに進んだ生物工学で作られているわけですね。でそこからですね、巨人が生まれます。ですね。 <laughs> あ、すみませんね。これがこの巨大な建物ですね。で、この巨大な建物の中にシュナが入り込むと、その中がですね、生きてるのが分かって、慌てて逃げ出して、ガタガタ震えてるんですけども、まあ、あの、本当に、あの、この辺がですね、えー、ナウシカの巨神兵のイメージ元みたいなもんなんでしょうね。で、で、 えー、その中に人間を注ぎ込むとどうなるのかというと、よいしょ、こうですね、えー、あの暗闇の中にです、ね、ゆっくりとこの緑色の巨人が立ち上がって、口からです、ね、黄金の種もみを吹き出して。 ですね。えー、飲み込まれた人々が巨人に生まれ変わったのか、それとも潤す水に変えられたのか、光る水に変えられたのか、種の,のは分からなかった。巨人たちはゆらゆらと畑に広がり、口から金色の種をまき始めた。この巨人たちはですね、えー、口から種を吐き出して、えー、生涯をですね、穀物の世話だけで過ごすんですね。だからこの巨人も同じく作られた生命体なわけです。えー、で、えー、種もみはですね、わずか、まあ、 一日ぐらいですね、成長していくわけですね。どん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 。まあ、あの、こんなふうにですね、ものすごい生物工学、遺伝子工学が発達した場所でもあるんですね。だから、途中ですね、浅瀬、海を渡ってきたって言ったんですけど、その海がですね、す、え、で、ー、に滅びたはずの種族が、 あの、多数いたって言ってるんですけども、この渡る時に浅瀬にいた、すでに滅びたはずの種族というのも、やっぱあの遺伝子操作なり、なんなりでですね、再生された人工生命体だと思います。で、ここまでのシュナの旅のですね、経済圏をですね、まあ、ざっとまとめてみるとですね、すいません。<laughs> まず、この人の、この世界の人たちは、 あの大粒の穀物の種をですね、与えられない。だから、まあ、本当に痩せた土地で、あの、実りがあんまり少ないあの、穀物を育てるしかないっていうですね、貧しい状態に追い込まれてるわけですね。で、なんで与えられてないのかっていうと、海の向こうに住む巨人ですね、新人たち、神様たちのせいなんですよ。しかし、その巨人もまた人間から作られた不思議な、なんかこう、ロボットみたいなもんなんで、 んで,すよ、ね、でその穀物の種もですね巨人たちもですねその人間を仕入れて代わりに穀物を運ぶための月っていうか空飛ぶ円盤もですねあれも,もうどう見ても自動運転っぽいんですよね。 じゃあ、そもそもですね、円盤とか巨人を作った者たちですね、遺伝子操作でですね、不思議な生物機械を作った者たちというのは誰なのかですね。あの、円盤とかさっきの変換装置、建物は明らかに人造物なんだけど、これ、シュナもですね、これは人造物だって言うんですよね。それを作った人間たちが見当たらないんですよ。そもそもここまで手間のかかる不思議な世界征服ですね、世界支配の目的は何なんだ 結構ね、あの、SF でしょこれね、出来いいんですよ。で、ハリウッドでね、実写シリーズですね。実写のテレビシリーズにしたらもう絶対に大ヒットするんですよ。 まずあの壮大な自然の風景があってで、ゲームオブスローンズみたいなですね、巨大な都市とかですね、あとドラゴンとかがあんまり出てこないんで、実は制作費割とかからない、抑えられるんですね。で、シュナの国の人とか、あの、テアの故郷とかで新しいキャラクターとかですね、あの旅に反対する人とか出したらもう何歩でもストーリー膨らませるし、あと人区いの,の,あの女の人とかですね、彼らの組織とかですね、あと人狩りとか、あの、人狩いですね、奴隷商人なんか、とりあえず何歩でもこう、 なんだろう、登場人物を増やせるんですよ。だから1章から4章までは1話六60分にしてですね、5章と6章はあの後半クライマックスは長いんで、それぞれ前後編で60分かける4話にして、全8話のテレビシリーズ向けなんですよね。 あの、ネットフリックスはですね、あの、1話10億ぐらいかけて作ったら、必ず元取れるのでですね、ちょっと考えてみてくださいって、ここで言ってもしょうがないんですけども、本当にね、これね、多分海外で今やってるドラマとかのですね、原作としては、もう本当バッチリのお話なんですよね。 で、話を戻します。えー、この世界の最大の謎はですね、この世界は誰が作ったのかなんですよ。で、これ、ちゃんとこの物語の中に出てくるんですね。あの、人間を巨人に変えるですね、巨大生命機械とかですね、あと空飛ぶ円盤を作るテクノロジーですね。で、銃があるかと思えばですね、馬車のような、あの、交通手段しかない不思議な世界なんですよ。で、モンサント社のようなターミネーター穀物を戦略的に使う貿易であって、でも、 これらを操る本当の黒幕はですね、表面上物語に登場しないと。しかし、えー、お話のですね、最初の戦闘シーンですね、ここにですね、ちょっとさっき話したですね、砂漠に埋もれている船っていうのが登場するんですね。よいしょ。これとこうかな。えー、ふるさと、 旅立ち一月目め、死の初めて人の気配を感じる。それは木と石で作られた船であった。あまりに大きく、おそらく一度も船でできずに、今は朽ち果てようとしている。まあ、そういうふうな砂漠にですね、ついてる船なんですよ。で、これあの、下戸戦記だっていう人が多い,多いのは、もう、その通りですね。下戸戦記って全く同じ構図、ハイタカがですね、巨大な船の遺跡を見てるシーンがあるんですね。で、海が干上がった後だと。 で、これ、下土戦記では実はこれ本物の船なんですよね。あの、海面自体が交代して陸に取り残されてるというですね、すべて木造の船なんですけど、しかしこのシュナの船、船ではないんですよ。あの、それは石と木で作られた船であったって書いてあるんですけども、なんで石で作る必要があったのかですね。あの、生まれた部分、あの、壊れた部分を補修してるだけかと思ったんですけども、 ここで割とあのアップになってるから見てほしいんですけども、木で壊れた部分を石で補修してるんではないんですよ。よく見ると、石がベースなんですよ。石が奥にあって、その表面に木が張ってあるんですよ。つまり、石が崩れた部分を木で直してるんです。もともと木の船で、で、壊れた部分を石を積み上げてるんではないんですね。逆なんですよ。で、ここに女が現れるんですけど、この女の奥も石が積んであるんですよ。で、シュナがその中へ、 えー、ま、招かれて入ると中の部屋も全部石造りなんですよね。つまり、この船の中というのは基本的に全部石造りであって、崩れた部分を木で補修しているだけなんですよ。で、こんな石でですね、あの、できた船って作っても無駄なんですよ。水に浮かないから。本当にそもそも船なのかって話なんですよね。で、もう一度この砂漠の表をよく見てみるとですね、あの、上の駒からお願いしますね。 よく見てみると、上の方にですね、マストが林立してるんですね。ええー、いっぱい立ってるんですよ。で、これじゃあですね、海の上走れないんですよ。こんなにマストい、でかい船作ったからといって、いっぱいマストを立てて、それで風を受けて走るのかって走れないんですよね。で、あの、法張るためのマストではないんです。で、これに似たものはですね、僕らすでに見たことがあって、で、何かっていうとですね、これあの、天空の城ラピュタでですね、オープニングで空を飛ぶ船です。 えー、完全に同じタイプの船ですよね。このマストに見えたのに実はプ,プロペラの軸で,で、ここにですね、二重反転のプロペラがいくつもいくつもついて回転して空を飛んでる。これ言い伝えですから、本当は反重力なんですよ。反重力なんですけども、あの言い伝えでもうみんなプロペラだというふうに思い込んでるって、そういうオープニングなんですけどもですね。まあ、あの、同じタイプの船ですね。で、 えー、船が石でできている理由も同じです。ラピュターでは初期の飛行船は木でできたんですけど、巨大になってですね、お城を浮かせる段階では石造りになっているんですね。 パズーたちが侵入したラピュタも石造りだったじゃないですか。つまり、もうあの、ラピュタの重力制御の技術があれば、別に軽い材料で使う必要は全くないわけですね。あの、それ、持ってる質量と同じだけの反発力というか反重力を手に入れることができるんで,ですね。石で作って、貴族は石に住むんですよ。もう昔からヨーロッパ社会っていうのは、あの、貴族は石の家に住んで、貧乏には木の家に住むって決まってた。それはなんでかっていうと、ローマ時代の石造りの家っていうのが当たり前で、 それがだんだん石積みの技術がなくなってきたんだけども、でも貴族は相変わらず石の家に住んでいて、貧乏人たちは木の家に住んでるというのが当たり前なんで、貴族は石の家に住むっていう発想なんですね。あつまりこの、あの、実はシュナの旅っていうのはラプターが墜落した後の話でありですね、ラプタとナウシカの間をつなぐ時代の話ですね。ナウシカのように世界がもう完全に滅びたというところまでは行ってなくて、 で、ナウシカの世界では濃厚がまだあるんですけども、ラピュタとナウシカのちょうど中間地点ぐらいの話なんですね。で、こうやって見てみるとですね、その大昔の言い伝えを書いたですね、そのファンタジーに見えたシュナの旅っていうのは、実は、えー、裏設定が多い SF だということが分かってくると思います。ではですね、そういうふうな目で見れば、今まで見逃してきた不思議なシーンですね。ちょっともう一回考えてみるべきだと思います。例えばですね、 この石でできた巨人ですね。石でできた巨人がいて、それを首脳が旅してですね、大昔のですね、神様をあの、かたどった石像だと思ってたんですけども、本当にそうなのか。これはあの、後で解説しますけどもですね、なんで同じ方向を向いているのかです、ね。こんなにたくさんあってですね。世界を滅ぼした、まあ、あの、巨人なのかもしれないという、まあ、そういうイメージはナウシカにも使われているんですけども、えー、あとですね、新人ですね。 ラピュタの上の世界、まあ、ラピュタのですね、あの、天空の世界を表現するとしたら、この新人たちの主はどこに行ったのか。例えば、ラピュタビトっていうのはですね、地上に帰って農業を始めて、シータたちの祖先になったわけですよ。しかし、この世界にですね、この巨人とか円盤のですね、祖先、あの、祖先というか、主はいないんですよね。主いないんですよ。あと、砂漠の人食いようにですね。砂漠のに住むですね、人食いようにグールたちですね。 なんで墜落したですね、その空飛ぶ城の残骸に住んでいるのか。彼らがもし、あの、元々主の一族ならばですね、なんで麦を食べないのかですね。円盤で奴隷を買い上げて、いや、どうしても人が食べたいんだったら、円盤で奴隷を買い上げて自分たちで食べればいいのに、なんで元々、その空飛ぶ城に住んでたような感じするのにですね、あの、彼らは今ですね、旅人を襲って食うということを繰り返しているのか。なんで彼らの目を光っているように書いているのかですね。 この辺の疑問にですね、お話の中で宮崎駿は答えてくれないんですよ。ただ、絵では答えてくれるんですね。宮崎駿ですから。お話では答えないんだけど、絵で答えてくれるんですね。なので、この先はですね、当時の宮崎駿にですね、明らかに影響を与えたであろう、その、シュナの旅とか、宮崎駿の青春時代にですね、影響を与えた同時代の作品、あと宮崎駿の少年時代、青年時代に影響を与えたですね、映画とかですね、小説からですね、この謎をですね、探っていこうと思います。 えー、お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。じゃあ、アンケート出してください。ナの旅ね、本当にね、読んでる人あまりいないので、まあ、こうやって一番最初にね、ストーリーを説明するしかなかったんですけども。アンケート出てますかはいはい。まあ、割とね、不思議なものがね、多い。不思議な、ね、要素が多いんですよね、シナの旅。 はいはい、両方出てますね。あの、えっ、ー、とですね、手ュの旅、アマゾンで買えなかった人は、あの、ブックオフに行くとですね、とにかくね、もうあの、40年近く売れ続けてる本なんでですね、やたら、あの、どこにでも置いてます。ですね。だから、アマゾンでダメだったらば、まあ、近所の本屋かですね、ブックオフで探してみてください。 はい。ぶん昔に買いました。そうなんですよね。ずいぶん昔に買って処分しちゃった人も多いと思うんですけども、改めて読んでみてください。もう結構 SF です。すごいですよ。<laughs> えー、アンケート結果出してください。<laughs> はいあ。ありがとうございます。いいな。えー、いや、まあ、あの、ここからの限定の方でどんな話をするのかっていうとですね、ナウシカの出版は、あの、1000、ナウシカのですね、連載監視が1982年。 で、シュナの旅の出版はさっきも言ったように1983年ですよ。だから、シュナの後の方が、後に見えるんですけども、実はシュナの旅の連載開始はですね、連載というか執筆ですか。執筆開始はですね、あの、1980年だったという話からですね、あの、ラジオ番組でですね、鈴木敏夫が明かした、実はシュナっていうのはこの段階から始まっていて、割とあの、ちゃんとしたプロジェクトだったのが、 途中でどん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 なんかこう企画がずれてなかなか出せなくてっていうような話をしようと思います。あと、シュナのですね、さっきの話した不思議な生物機械ですね。そのイメージのもと、生物機械のイメージのもとになったのはですね、1956年にある雑誌で発表されてですね、後に発金騒動になってですね、逮捕者まで出したですね、日本文学界の暗黒面ですね。 もう本当にとんでもない小説が実はシュナのイメージのもとになっているとは、そういうふうな話を限定でしようと思います。えー、次回はですね、サイコマスの人生相談ですね。えー、こいつもまた登場です。えー、皆さんのお便りとか相談をですね、投稿フォームから送ってください。あの、今月からですね、採用された方にはこの、えー、ステッカー差し上げます。ステッカー現物どこか置いたかな どっかいたけど、ちょっと見えなくなっちゃったな、えー。このステッカーですね、差し上げる予定です。採用者にはこのステッカーを差し上げます。投稿フォームからですね、お便りをお願いします。えー、では、限定の方に切り替えをお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。